おはようございます。おはようございます。まあお昼ですけれども、ラーメンライスの正しい食べ方というのをこれからやりたいと思います。まずラーメンをですね、このようにライスの上に置きまして、そして今蒸せるのもやっぱり必要な。そうですね、ちょっと蒸せた方がいいでしょうね。でこのライスについたつゆでライスをいただく。ちょっと待ってください。どれですか？こういう感じです。ちょっとね、色的に分かりづらいかな。そしてこの状態でこのメンマをちょっといただくという。これが正しいラーメンライスのいただき方ですね。卵はいつ行くんですかね、この卵。これは好みによりますけれども、まあここ一番というところですね。ここ一番はあのカレー屋さん。むせないんですか、うん、ちょっとカメラが回ってるんでね、緊張しましたけども。でこのメンマで、ダブルメンマ、まあメンマの代わりにチャーシューでもいいですけどね、今回は入ってませんので。野菜の時はライスに行かないという。比率でいくと、じゃあどういう比率になるんですかね。どういう比率なんでしょうかね。まあ同時になくなるのが理想ですね。なるほど、わかりました。では今回ありがとうございます。正しいラーメンライスの食べ方、講師荻野貴男さん、以上ありがとうございました。次回は、正しい牛丼の食べ方を皆さんにお伝えしたいいいですね、はい、それでは皆さんまた、ごきげんよう。